物儒城は古代の朝廷が道の区国物儒軍に築いた城作。俗日本記によれば物儒城は天平法治元年に造営が始まり天平法治3年に完成した。翌年正月にはその功績によってアゼチの藤原朝狩に十四人下が授与され以下のものにもジョイジョ君が行われた。その後物儒城は 放棄5年7月には、カイドウエゾによってその西クルワが破られた。翌放棄6年11月には、道のく国アゼチ県人事府将軍の大友駿河マロイカ1794人が、物ノウを犯した、反ン族を、ち治む、怪獣起伏した功績によって、ジョイジョ君を受けた。しかし、物ノウに関する記述はそれ以降資料上に見えず、奪還後の様相については不明である。 石巻市大田地区には、かつて、上郡山という地名が存在しており、少なくとも、物郡家はこの地で存続した可能性が高い。また、反乱を起こした街道絵像の拠点となった遠山村は、留め郡として県軍されている。物郡城の所在地については、明治28年に、物郡中津山村の熊谷真由美が、道郡北端にある茶臼山説を唱え、 これが最有力視されて、昭和30年代まではほぼ定説とされていた。ただし、茶臼山からは、古河原などの考古学的な確証を得ることができず、再検討の余地を残していた。一方で、北定基地は、大正12年に、演技式内社の E の山の神社の向こう側の山の上に平地があって、自長者森とい,い布目河原を出すということから、 古い寺でもあったものらしいと、後の物宇宙長者も説の原型となる説を提唱していた。北の論考と同年に発行された物宇軍史では、俗に本気中の古大河の記述と茶臼山付近の北上川の河道変遷に祖母があり、脂質の巨色にて昇竜を大河と記したるものか、偽損して後、考えを待つとされた。昭和38年、高橋富夫は、 丘陵大地の突端、大谷井井の神殿の台上から、奈良時代末期と推定されるところの各種の河原、はき、末期を伴い、大きな施設があったことが確認できる都市、物宇町、大田地区と河北町、大谷地区の雪上地帯を、最も有力な物宇城議定地とした。昭和44年、地元の宮城県河南高等学校教諭の小野寺、 正人は、長者森には、土塁塔が存在すること、奈良時代末期と推定される布目瓦や弾き、杉木が出土することから、物ノウ跡として、有力な推定地であることを述べている。物ノウの範囲は、東は物上、物ノ町大田越寺から、飯野本寺に至る線、西は、物ノウジ袖沢から小池を通り河北町神殿に、至る線、北は物上、物ノウ九郎沢から、 南は河北町飯野神殿に至るとしており、総前山を頂点とする丘陵全域を物宇城とし、長者森の方形土角を物宇城の中心施設と位置づけている。小野寺の示した物宇城の範囲は地形的にもまとまりのある一帯地を指しており、大田飯野地区には縁起式内社の日上神社、飯野山の神社が所在し、日上神社からは、 古河原も出土することから、物右上宙議定地の一つとされたこともある。また、大田地区の苦労沢、入沢、十巻には、年代不詳ながら、金を採掘した跡が無数に残され、大高な山跡とされている。昭和49年から平成13年までの、宮城県多賀城跡調査研究所による、通算十字に及ぶ発掘調査の結果、物右上域は、 東西二角構造から構成されるとの見解が出された。平成13年から始まった三陸自動車道建設に伴う発掘調査では、角山遺跡の丘陵汚に沿って炸裂跡が検出され、この炸裂は調査範囲を超えて伸びており、物上城の一番外側の外角線の一部であったと考えられている。また、細谷 B 遺跡第二号住居の暗居には、 物宇宙の瓦が用いられており、道場との直接的な関連が伺われた。これらは小野寺が提唱した大田、飯野全域に及ぶ広域物宇宙説を裏付ける調査の一つと考えられる。物宇宙の隣接地の調査では、物宇宙とされた範囲の東側から土塁や大溝が確認され、道場の規模と構造、変遷については今後の課題とされた。 物宇城の東に接する神殿東遺跡からは、掘った手柱建物跡や縦穴住居跡が発見され、これらの中には、消失遺構が含まれていることや、天平法治8年に反乱を起こして戦死した、藤原中茂、藤原朝狩らの母台を弔うために、聖徳天皇が発願した百万頭を模して作った、三重小刀が出土していること、遺跡の登園編には二重のドル以上の高まりが、 認められることから、物右上の東角内市は一部を構成すると考える説が有力となっている。ありがとうございます。